ダービーマッチ日本のダービーマッチ新州ダービー新州、ダービーとは、松本山が FC と AC 長野パルセイロが対戦する試合の故障である。両チームの対戦は、2009年までは北新越フットボールリーグで開催されており、地域リーグの試合の中では異例の盛り上がりを見せていた。特に、松本山が FC が北新越一部に昇格した2006年以降は、 両クラブともに日本プロサッカーリーグ加盟を目指していることも相まって盛り上がりに拍車がかかり2007年には地域リーグの試合でありながら6000人を超える観客動員を記録し2011年の JFL でのダービーでは観客動員に1万人を突破した J リーグ理事の奉仕センターは J リーグウェブサイトに寄稿したコラムの中で長きにわたる 松本市と長野市の地域間対立がこの盛り上がりに一役買っていることを紹介している。また、2009年の新州ダービーを題材としたドキュメンタリー映画クラシコが撮影され、2010年に公開された。その後両クラブともに J リーグ加盟を果たしたが、2012年以降は両チームの所属カテゴリーが一致しないため、公式戦での新州ダービーは2011年8月の 第16回長野県サッカー選手権大会を最後に行われていない。ただし練習試合やプレシーズンマッチで両チームが顔を合わせることはある。また2012年12月16日には両チームでキャプテンを務めた土橋博之,之の引退試合が新州ダービーとしては初の OB 戦として開催されている。松本山が FC4 勝4分2敗。 AC 長野パルセイロ2勝4分4敗。松本山が FC8 勝1分4敗。AC 長野パルセイロ4勝1分8敗。練習試合は除く。ありがとうございます。